実は今このランボール製ドローンは技術革新として大きな注目を集めています。そもそもランボールでできたドローンがあると聞いて驚く方も少なくないですよね。組み立てにわずか5分しかかからず、最高時速 120km で2時間も飛行できるこのドローンは、価格はおよそ30万円と非常に低コストです。従来の同程度サイズのドローンは数百万円すると言われる中で、桁違いの安さと十分な実用性能を両立しています。なぜダンボールでドローンを作ろうとしたのでしょうか。その背景には最新の安全保障環境や社会的ニーズがあります。今日はダンボール製ドローンが誕生した開発の経緯と狙い、そしてその仕組みや性能、さらには日本の関連企業を分かりやすく解説します。この動画を通じて、なぜ今ダンボールなのかという問いの答えや、ダンボールドローンがもたらす可能性についての知識を得ることができます。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ぜひ最後までご覧いただき、一緒に未来のドローン技術について考えてみましょう。ダンボール製ドローンを生み出したのは、愛知県名古屋市のスタートアップ企業エアカムイです。エアカムイは名古屋大学工学部機械航空工学科の卒業生を中心に2022年8月に設立されました。当初は山岳遭難救助用の捜索ドローンの開発を目指していましたが、その方向性を大きく転換することになりました。設立直前の2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻です。ウクライナ紛争では安価な小型ドローンに爆弾を搭載して自爆ドローンとして利用するケースが数多く見られました。この現実を目の当たりにし、日本でも有事に備えて安価で短期間に製造できる小型無人機を持つ必要性が意識され始めたのです。こうした流れの中で、エアカムイは自社技術を生かし折り紙ドローンと名付けた段ボール製の固定翼ドローンの開発に乗り出しました。エアカムイが段ボールという素材に着目した背景には、日本の防衛災害分野が抱える課題やニーズがあります。地政学的リスクが高まる近年、自国で必要な無人機を開発量産できる体制の構築が急務となっています。しかし日本はこれまで無人機の多くを海外からの輸入に頼ってきました。加えて防衛省自衛隊では人手不足や有人機パイロット不足の問題もあり、広大な領域を無人機で効率的に監視することや隊員のリスクを減らすことが重視されています。例えば日本は世界第6位の広大な排他的経済水域を持ちますが、高齢化も進む中でその広範囲を監視するには無人化省人化技術が不可欠です。エアカムイはこうした国防上のニーズに応えるべく、当初は長時間飛行可能な大型の固定翼 VTOL 機シグマ1の開発を進めつつ、安価で大量生産が可能なダンボール製ドローンエアカムイ150の開発にも着手しました。もう一つの社会的ニーズは災害対応です。日本は地震や台風など自然災害の多い国であり、災害発生時には被災地の状況把握や物資輸送、行方不明者の捜索などにドローンの活用が期待されています。しかし高性能な長距離ドローンは高価で数が揃えにくく、災害現場で使い捨てることを前提とした運用は難しい状況でした。エアカムイのダンボールドローンは低コストで一度きりのミッションにも投入しやすいため、自治体や消防などからも期待が寄せられています。実際に試作機の段階で地方自治体から災害時の物資輸送に使いたいという引き合いが強く来ているとの報道もありました。使い捨てを想定しつつも、後で触れますが使用部品は再利用できる工夫もあるため、非常時に割り切って投入しやすいドローンといえます。このように
防衛と災害という2つの大きな社会課題に応える形で、エアカムイは段ボール素材に着目しました。段ボール紙はどこでも手に入る素材で、生産コストを既存ドローンの約10分の1に抑えられる上、短期間で大量生産することも可能です。つまり有事に必要な台数を素早く揃えたり、災害時に壊れる前提で多数投入したりするのにうってつけの素材というわけです。さらにウクライナ戦争の経験から、スウォーム攻撃と呼ばれる小型ドローン多数による攻撃にも備える必要性が認識されています。一機数百万円する高級ドローンを撃墜目標にするのは難しくても、エアカムイ150のような低コスト機であれば訓練で壊すことも許容できるでしょう。以上のような背景から、エアカムイはスケーラブルで持続可能な抑止力をキーワードに、ダンボールドローンの開発を進めてきました。2025年春にはプレシードラウンドで総額1億円の資金調達も実施し、このうち名古屋銀行や日本政策金融公庫からの融資も得て、地元から支援を受けています。また経済産業省、防衛装備庁もスタートアップの防衛参入を促す動きを見せており、エアカムイはそうした日本式ディフェンステックスタートアップのロールモデル確立も目指しています。では実際に段ボール製ドローンとはどのような仕組みで、どんな性能を持っているのでしょうか。ここからはエアカムイ社の段ボール製ドローン、エアカムイ150の概要を詳しく見ていきます。このドローンは小型の飛行機型ドローンです。まず目を引くのは、主な構造材料に段ボール紙を用いていることですが、内部にはもちろんモーターやバッテリー、飛行制御装置や通信機などの電子機器が搭載されています。見た目は紙飛行機のようでも、中身は最新テクノロジーの塊なのです。段ボール製ドローン最大の特徴は、その圧倒的な低コスト。製造コストは従来型の同等ドローンの約10分の1に抑えられるといいます。国内で同程度の固定翼ドローンを製造すると一機数百万円かかるケースもある中、エアカムイ150は試作機段階で約30万円という価格を実現しています。しかも量産体制が整えば、一機あたり20万円を切ることも視野に入るとされています。機体の基本スペックを見ていきましょう。全長は約 1.7 メートル、翼の幅は約 1.8 メートルと大きめのサイズである一方で、重量はわずか約 4kg と非常に軽量です。この軽さのおかげで、離陸時には滑走路や発射台を必要とせず、手で撫でて離陸させることができます。着陸時は胴体着陸する仕組みで、プロペラや機体が壊れにくいよう工夫されているようです。さらに飛行時の最高速度は時速 120km に達します。これは同程度サイズの一般的なマルチコプター型ドローンの最高速度である 30km 毎時を大きく上回る速度です。飛行距離は最大で約 150km にも及び、飛行時間は1から 2.5 時間程度と長時間の滞空が可能です。バッテリー残量や搭載物の重量によって飛行時間は変動しますが、2時間前後安定して飛べる点は従来の小型ドローンと比べ大きな利点でしょう。この軽量設計と長時間の飛行能力により、従来の小型ドローンでは困難だった広域監視や長距離輸送任務が可能となります。また素材が段ボール紙であることから、原材料の入手性が極めて高く、生産設備さえ整えば短期間で大量生産することが可能です。段ボールは工業製品として世界中で大量生産されており、地域を問わず比較的均質な品質のものが手に入ります。そのため有事の際に必要な数を一気に生産ラインに乗せたり、現地供給された段ボール材で追加生産したりといったスピード生産、現地生産も夢ではありません。さて肝心の段ボール素材ですが、紙だから脆いのではという懸念が浮かぶのではないでしょうか。段ボールの強度面については、必要に応じて補強材やコーティングを施しています。段ボール紙は水に弱いという欠点がありますが、
表面に防水、撥水加工を施すことで雨や湿度から保護し、実用上問題ないレベルまで克服しています。さらに軍事利用の観点では、ランモールは電波をほとんど反射しない素材であるため、レーダーに映りにくいというステルス性の利点もあります。金属フレームやカーボン素材の機体よりも敵対勢力のレーダー網をかいくぐりやすく、低空を高速で飛ぶ際に発見される可能性が低下するでしょう。ダンボールドローンエアカムイ150の特徴を整理すると、安い、軽い、速い、簡単を極めたドローンです。従来費10分の1の低コストで多数配備が可能。 4kg の軽量設計で手なり発射、回収も良い。 120km 毎時で長距離を2時間飛行することが可能。部品点数が少なく工具不要で、建築見立て5分。これらの点で一般的な民生ドローンや高価な軍用ドローンとは一線を画します。一方、ホバリング負荷や風への耐久性など課題もありますが、そこは工夫でカバーしたり用途を割り切ったりしています。現在エアカムイはさらに組み立て時間の短縮や操縦インターフェースの柔軟な構築といった改良にも取り組んでいます。進化を続けながら、私たちが持つドローンイコールハイテクで高価なものという常識を覆す存在として期待されています。皆さんはこの段ボール製ドローンについてどの点に一番驚きを感じましたか？もしかすると本当にそんな都合よくいくの？と思う部分もあるかもしれません。しかしエアカムイはすでに試作機を飛ばし、資金調達も進め、実用化に向け動き出しています。日本の関連企業。最後にこの段ボール製ドローンに関連する日本企業を3社ご紹介します。年号、証券コード394日。年号は国内トップクラスの段ボール総合メーカーで、原子から段ボール箱まで一貫した製造体制を持っています。段ボールドローンの屋外使用で課題となる水分による強度低下に対し、環境に配慮しつつ耐水性を実現する技術を持つ点が大きな強みです。例えば従来のワックス処理ではなく、特殊なコーティング技術で防湿機能を持たせた製品は、重量を抑えながら表面の環境耐性を大幅に向上させることができます。リサイクル性を保ちながら圧縮強度を確保する技術もすでに実用化されており、単純な撥水加工だけでなく、長時間湿った環境でも強度を維持できます。全国に生産拠点と物流ネットワークを展開しているため、災害時などで需要が急増した場合でも安定した供給が期待できる点も魅力です。王子ホールディングス、証券コード3861。王子ホールディングスは総合製紙グループとして、原子から段ボール製品、機能紙まで幅広く手掛けており、耐水性、防湿性、耐油性など用途別の機能性段ボールと原子を豊富に揃えています。特に超耐水性能を持つ段ボールケースでは、冷蔵庫や氷を使用する厳しい環境でも強度を維持する技術を確立しており、雨天や結露が予想される段ボールドローンの機体外装への応用が期待できます。また段ボール原子の段階で防水、防湿、タイヤ分の多機能を付与したライナーを展開しているため、機体外装だけでなく内部の仕切りや機器取り付け部分など部位ごとに最適な特性を持たせた設計が可能です。同社の強みは、完成した段ボール製品と原子の両方からアプローチできる点と言えるでしょう。用途や要求性能に応じて、重量、コスト、加工のしやすさのバランスを最適化した材料選択ができるため、段ボールドローンの多様なニーズに柔軟に対応できる点が魅力です。名古屋銀行、証券コード8522。名古屋銀行は愛知県を地盤とする地方銀行で、エアカムイの事業成長を金融面から支えています。2025年4月、
エアカムイはプレシードラウンドにおいて総額1億円の資金調達を実施しました。その一部として同行は日本政策金融公庫や愛知県信用保証協会と協調して数千万円規模の融資を行っています。同行は地域の有望スタートアップ支援に積極的で、金融相談会などを通じてエアカムイともコンタクトを図り、この融資実現に至りました。地方銀行は防衛関連のハードウェアスタートアップに融資するのは日本では従来あまり例がなく、同行の支援はエアカムイにとって大きな後押しとなりました。同行にとっても地域発の有望企業を育成することで地元経済や産業イノベーションに貢献する狙いがあります。今後も地方金融機関としてエアカムイの成長を長期的に見守り、必要に応じ追加支援なども行っていく可能性があります。同行は段ボールドローン開発を陰で支える重要なパートナーと言えるでしょう。いかがでしたか？段ボール製ドローンエアカムイ150は、その奇抜な発想とは裏腹に現代の安全保障と災害対応のニーズに合致した現実味のあるソリューションです。圧倒的な低コスト、軽量、高機動による長時間飛行、そして大量生産、速報展開性といった特徴は従来の常識では得られなかったメリットをもたらします。エアカムイは小さなスタートアップながら、大企業には真似できないスピード感と柔軟な発想で日本初の段ボールドローンを開発し、国内外から注目を集めています。またその歩みを地元の銀行や行政が支えている点も、日本の新たな産業エコシステムの可能性を感じさせます。紙でできた無人機が日本の防衛力や災害対応力を高める日が来るかもしれませんね。皆さんはこの段ボール製ドローンについてどう思いますか？紙でできた使い捨てドローンが戦場や災害現場で活躍する未来を想像できるでしょうか？あるいは自分だったらどんな素材やアイデアで新しいドローンを作ってみたいですか？ぜひコメント欄でご意見やアイデアを聞かせてください。ダンボールから生まれた日本初のドローンがこれからどんな展開を見せるのか、一緒に注目していきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。